ただいまご紹介に預かりました石渡翔太と申します。愉快工学という会社をやってまして、藤井さんはじめ、アルバイトインターンという形でですね、いろんな学生さんが参加してくれて、いろいろロボットや科学技術を使った表現に関するビジネスをさせていただいてます。でそういった活動の中をですね、ちょっとご紹介させていただければなと思いますので、よろしくお願いします。でまず私の方からですね、ざっとどういうことを今までやってきたかを紹介させていただいて、個別の今回、ヒロシさんと参加させていただいた東京デザイナーズウィークの時にどういうことをやったかということについてですね、藤井さんの方からですね、詳しく説明してもらうという流れにしようと思ってますので、よろしくお願いいたします。では早速なんですけど、愉快工学の、石渡り翔太として発表します。ツイッターの ID はクローコーヒーという ID でやってますので、もしよければ見てみてください。ツイッター最近かなりやっていて、ブログの更新がこう途絶えている感じなんですけれども、で軽く自己紹介をさせていただきますと、石川工業高等専門学校という学校を卒業しています。でそのまま編入という形でですね、電気通信大学という大学に進学しまして、そこを2006年に卒業しました。でそのまま同大学院に、入学したんですけれども、まあ学生のうちはですね、ずっとロボットコンテストっていうのがある、ご存知の方いるかもしれないんですけども、テレビ NHK でよくやってるものですね。あと他にもいろいろ実はその世界大会とかですね、大道芸のロボットのコンテストとかですね、レスキューロボットって言って人を災害救助するロボットのコンテストなんてもあるんですけども、そういったものにいろいろ参加していて、もうコンテストのために大学に行ってるような生活をしていてですね、で大学の卒業期、大学院の入学を機にですね、そろそろ俺は就職を考えなきゃいけないんだなと思ってですね、そう考えた時に俺大学行ってる場合かなというふうに思いまして、で自分が今何になりたいかっていうのがもう高専に入学する時から結構あってですね、その当時映画ってロボットで撮られてたんです。 CG とかまだなかった、僕が中学生の頃とかはCG とかの技術がまだ発達してなかったので、実際にロボットを作ってロボットでなんかこう怪獣とかを作ってそれで映画を撮ってる時代があって、なんか将来はハリウッドに行ってそういうロボットを作りたいなと思ってたんですけど、高専で5年間過ごしてる間にコンピューターグラフィックスの技術が発達してしまって、映画が全部コンピューターグラフィックスで撮られるようになってしまったんですね。で今ハリウッドに行ってもっていうか、行けるかどうかもあれなんですけど、飛び込んだとしても仕事、そういうロボットを作る仕事はなくて、みんな CG の仕事をしてるんじゃないかなと思って、じゃあロボットこれからどういうふうに、そういうロボットで何かを表現するということをどうすればいいんだろうって考えた時に、まず営業力が大事だなと思って営業のインターンを探したんですね。で営業のインターンをするということで探したら、たまたま食品会社でですね、もう好き勝手にやっていいっていうインターンがあったので、そこに参加しました。でここはですね、学生だけで事業部をやっていて、学生3人でですね、一つの事業部を、営業事業部をやっていて、好きなところ、自分たちで考えたところに営業に行っていいよって言われたので、ここにインターンとして参加させていただいて、週6で働いてました。でそのままですね、ちょっと大学をほぼ休学状態に、大学院を休学状態になりまして、で、まあ、そこは半年ぐらいで、元々の契約というかですね、半年で、期間を満了して辞めたんですけど、そのままですね、今度今までずっとロボットっていう科学技術だけを学んでいたんですけど、やっぱデザインって大事だなと思って、今度デザインの仕事をやってみようと思ってですね、デザインの仕事を探していたら、このデジットっていうのはそういうインターンを紹介する会社だったんですけど、そのインターンを紹介する会社のうちの社内でレゴを作らないかって言われたんで、そこにそのまま入ってですね、そこのデザイナーの方にいろいろ教えてもらいながらウェブデザインを勉強しました。
まあ、これはもう勉強したっていうよりも実際仕事としてですね、いろいろ教えてもらいながらやったという感じですね。でそれは昼間にやって、それと並行してですね、明和電機さんっていうアーティストさんをご存知の方いらっしゃいますかね。明和電機さんご存知の方ちょっといらっしゃいます、ね、あの機械で、ね、楽器、魚の形をした楽器を作ったりですね、あとはあの自動で演奏されるギターを作ったりですね、そういったあの吉本興業に所属してらっしゃるんですけど、あの、まあ、お笑いをやってるわけではなくて、そういうアート活動をやってらっしゃるアーティストさんで、明和電機っていう名前のアーティスト名なんですけれども、あのそこで作品制作のアシスタントを夜やって、昼間ウェブデザイナー、夜制作アシスタントみたいな生活をしていました。で、まあそれはそのまま、1年ぐらいやっていてですね、そんなこんなしているうちに、なんか RT っていう会社の代表からですね、まあちょっと働いてみないかって言われたので、そのまま大学を中退して入社してしまいました。でここはですね、ロボットを作ったり販売したりしている会社だったんですけれども、まあ、非常に面白そうだったのでここに入社しました。で、まあ、入社はしたんですけど、まあ、いろいろやっぱり自分のやりたいことっていうのがあってですね、翌年一つというかですね、プロジェクトを終えて、フリーランスとして独立しました。で、昨年ですね、愉快工学というか会社をやっていた青木さんという方とですね、まあ、その前から知り合いではあったんですけども、ちょっとそろそろ一緒にやらないかと言われ、会社をやらないかと言われてですね、まあ、愉快工学という会社に参加するという形でですね、今までやっていた事業を愉快工学さんと統合して、今愉快工学所属という形になっています。で、RT の時からですね、RT という会社はロボットを扱う会社だったんですけれども、その時にちょうどですね、メカロボショップっていうインターネットの通販のサイトがあるんです。 Arduino も扱ってまして、その、岩崎さんという方と知り合いになってですね、フィジカルコンピューティングとかオープンソースハードウェアっていうのは非常に面白いよっていう話を聞かせていただいて、で本当に非常に興味を持ってですね、これだから、2008年ですね、だから割と最近なんですけれども、アルディノのプロジェクト自体が2005年からだそうなので、まあ、日本には割入ってきたうちではかなり早い方の段階でですね、たまたまそういうものに触れる機会があって、で、実際 RT では、私の主導でそのアルディノを仕入れてですね、販売するっていうことを2008年からしていました。でかなりまだアルディーノを始めようっていう本が出ていない時代だったので、結構買う方っていうのはごく本当に限られた学校の先生とかそういう方だけだったんですけれども、まあいろんな方が買いに来てくださって、そういう中でいろいろこういうのに使うんですよみたいな話をいろいろ聞かせていただいて面白かったなという経験をさせていただきました。でこの RT でですね、ゲイナーミニっていうものを開発させていただきました。これはゲイナーっていうオープンソースハードウェアのコンパチブル品なんですけど、アルディーノを今回お使いになったと思うんですけど、ゲイナーっていうものをその耳にされたりしましたか、誰か。あ、ゲイナーご存知ですか。アルディーノとの違いはですね、こちらはそのハードウェア側のファームウェアは基本的にはいじらない。で、通信プロトコルはもう決まっているので、それを使用するという形でですね、あとはその無線化とかはできなくて、USB 通信のみでやるというものですね。ただし今回そのプロセッシングとアルディーノでやっているようなことはこれでも多分できると思うんですけれども、どちらかというとこちらの方が簡単かもしれないです。ただ拡張性はアルディーノの方が高いので、アルディーノでやるというのもいいと思うんですね。で、まあ、一応このゲイナーもせっかく作ったのでお勧めさせていただきます。ちょっとまた興味がある方はですね、インターネットで調べていただければと思います。で、このプラスゲイナーっていう本もですね、プロトタイピングラボ